結晶板減少症は、血液中の結晶板が異常に少ないことを特徴とする病態である。結晶板減少症は、集中治療患者に最も多く見られる、凝固障害であり、内科系患者の20%、外科系患者の3分の1に見られる。人の結晶板数の正常値は、血液1エル、L、あたり15万から45万個である。この範囲以外の値は、 必ずしも疾患を示すものではなく、緊急治療が必要な血小板減少症の一般的な定義は、血小板数が5万、μL 以下である。血小板減少症は、血液中の血小板数が異常に多い状態である、血小板血症や血小板増加症と対比される。血小板減少症による、固い部の天井出血排血症性ショックの患者の 結晶板減少による右上肢の市販結晶板、減少症は、通常、症状を伴わず、定期的な全血球算定で発見される。結晶板減少症の患者の中には、鼻血や、死刑出血などの外出血を経験する患者もいる。女性では、生理が重く長くなり、破綻出血することもある。あざ、特に前腕の市販や、足。 足、粘膜の天井出血は、皮下の自然出血が原因である、可能性がある。血小板数の低下が、他の疾患に起因するものではないことを確認するためには、十分な病歴を聴取することが重要である。また、赤血球や白血球などの他の血球が、抑制されていないことの確認も重要となる。痛みを伴わない、丸く小さなの天井出血は、 通常、現れては消えていき、時には、集まって、半状出血を形成する。半状出血は、天井出血よりも大きく、紫色、青色、黄緑色の皮膚の部分で、大きさや形は様々である。体のどこにでも発生する、可能性がある。また、この疾患の患者は、倦怠感、疲労感、全身の脱力感を訴えることがある。 後天性血小板減少症は特定の薬剤の使用に関連しているケースがある。診察では一般的に出血の痕跡が認められ、傷口からのゆっくりとした持続性の出血も見られる。成人の場合、口の中に血液の詰まった大きな水泡ができることがある。血小板数が3万から5万、マイメートル立方メートルの場合は、 軽度の外傷による打撲が予想される。1万5000から3万マイメートル立方メートルの場合は自発的な打撲が見られる。結晶板減少症には先天性のものと後天性のものがある。結晶板の酸性量が異常に少ない場合は以下の原因が考えられる。結栓性結晶板減少性死斑病結晶板の破壊率が異常に高い場合は 以下のような免疫、または非免疫疾患が原因である、可能性がある。下記の薬剤は、直接的な骨髄抑制により、血小板減少症を誘発する。血小板減少症を診断するための臨床検査としては、全血玉数、肝酵素、腎機能、ビタミン B12 濃度、養酸濃度、赤血球沈降速度、末梢血と末標本などが考えられる。 結晶板数減少の原因が不明確である場合は、結晶板酸性低下の場合と末梢での結晶板、破壊更新の場合とを区別するために、通常、骨髄性検が推奨される。入院中のアルコール依存症患者における結晶板減少症は、脾臓の肥大、陽酸の欠乏のほか、そして最も頻繁に見られるものとしては、結晶板の酸性、生存時間、 機能に対するアルコールの直接的な毒性作用が原因であると考えられる。血小板数は2から5日間の禁止後に上昇し始める。この状態は一般的には良性で臨床的に優位な出血は稀である。重度の血小板減少症では骨髄検査で巨核球の数、大きさ、成熟度が検査される。この情報で 結晶板減少症の原因としての結晶板、酸性非効率の理由を特定すると同時に悪性疾患のプロセスを除外することができる。治療は疾患の重症度と原因に基づいて施行される。治療は原因と疑われる薬剤の中止、基礎疾患である排血症の治療など根本的な問題を取り除くことに重点が置かれる。 結晶板の酸性を高めるために、コルチコステロイドが使用されることがある。また、骨髄での結晶板酸性を促進するために、炭酸リチウムや溶酸を使用することもある。結晶板数の少ない患者に対して、結晶板輸血が実施されることがある。血栓性結晶板減少性市販病の治療は、それに伴う溶血性貧血や結晶板の活性化により、 人不全や意識レベルの変化を引き起こす可能性があるため医療上の緊急課題となっている。TTP の治療は1980年代に結晶交換法が適用され革命的な進歩を遂げた。ファーリン最下説によるとこの治療法はボンビレブランド因子を切断するプロテアーゼアデムッツマイナス13に対する抗体を除去することで効果を発揮する。また、 結晶交換法は、活性のあるアデムッツマイナス13、プロテアーゼタンパク質を患者に与え、ボンビレブランド因子のマルチマーを正常な濃度に回復させる。アデムッツマイナス13に対する持続性の抗体を持つ患者が、必ずしも TTP を発症するとは限らず、これらの抗体だけでは、結晶交換法による TTP の治療を説明するには不十分である。 口腔内天井出血、死斑病、免疫性血小板減少性死斑病特発性、血小板減少性死斑病としても知られる、免疫性血小板減少性死斑病の多くの症例は治療せずに放置することが可能であり、自然寛解も珍しくない。しかし、血小板数が5万枚メートル立方メートル以下の場合は、 定期的な血液検査で経過を観察し、1万マイメートル立方メートル以下の場合は、重篤な自然出血のリスクが高いため、通常は治療を行います。また、重篤な出血症状がある場合は、通常過量する。1990年代以降、ITOP の治療基準は低下している。血小板数が1万マイメートル立方メートルを超えていれば、 自然出血を起こす患者は、ほとんどいないと認識されているが、この観察結果には、例外もある。トロンボポエチン類炎物質は、イットプ治療のために広く試験されている。これらの薬剤は、以前から期待されていたが、内因性トロンボポエチンに対する抗体を刺激したり、血栓症を引き起こすことが知られていた。ロミプロスチムは、難治性のイットプ患者。 特に脾臓的出後に再発した患者の治療に安全、かつ有効であることが判明した。ヘパリン期陰性血小板減少症の場合、ヘパリンの投与を中止することが重要である。しかし、それ以降は、一般的に血栓症を避けるための治療が行われる。治療には、レピルジンやアルガトロガンなどの直接トロンビン阻害薬が使用される。 その他の血液希釈剤として、ビバリルジニアフォンダパリヌクスが使用されることもある。出血ではなく血栓症が主な問題であるため、血小板輸血はヒットの治療には日常的には使用されない。ワルファリンは血小板が正常化するまでは推奨されない。骨髄、幹細胞移植はこの遺伝子疾患の唯一の治療法として知られている。 移植を行う前に患者が出血多量で死亡しないように頻繁に血小板が輸血されるがこれは必須とは限らない。人誘導多能性幹細胞由来血小板は現在民間企業が米国生物医学先端研究開発局や米国保健福祉省と共同で研究している人体外で血小板を製造する技術である。血小板減少症は 少数の新生児が罹患する疾患であり、新生児集中治療室での有病率は高くなっている。通常、血小板減少症は軽度であり、何の影響もなく回遊する。ほとんどの症例は早産児で、胎盤の機能不全や胎児の低酸素症が原因である。その他の原因としては、同種免疫、遺伝、自己免疫、感染などがあるが、 頻度は低い。生後72時間以降に発症する血小板、減少症は多くの場合、基礎疾患である、排血症やエシ性腸炎の結果として生じる。感染症の場合は、PCR 検査が病原体の迅速な同定や、抗生物質体性遺伝子の検出に有用である。想定される、病原体としては、ウイルス、細菌が挙げられる。 B 群溶血性連鎖球菌、リステリアモノサイトジェニーズ、大腸菌、インフルエンザ菌、クレブシエラナモニ、緑脳菌、ユアシニアエンテロコリチカなど、心菌、トキソプラズマなどがある。血小板減少症の重症度は、病原体の種類と相関している、可能性がある。いくつかの研究では、最重症な症例は、心菌、または、 グラム陰性菌の感染に関連していることが示されている。病原体は出産時、または出産前、授乳時、輸血時に感染し得る。インターロイキス -11 は特に排血症や餌子性腸炎における血小板減少症を管理する薬剤として研究されている。ありがとうございます。